はい、皆様どうも、シャカです。3次元音響の環境でゲームをするとどんな感じになるかのパート2です。前回はね、鬼滅の刃っぽい雰囲気を出して結局全然違うアズールレーンっていうゲームをやっちゃったんで、今回は本当にやっていきたいと思います。はい、というわけで今回は本当の本当にこちら、鬼滅の刃の DVD 3巻ですね。なんでゲームするのに DVD 買ってるの?と思う人もいるかもしれませんが、今回私がプレイする鬼滅の刃の鬼滅の錬磨っていうゲームは、この鬼滅の刃の DVD またはブルーレイの特典として入っているシリアルコードを手に入れて、それを鬼滅の錬磨のサイトに行ってコードを入力した後、 Twitter のアカウントを使用することでようやくプレイできるようになるんですよね。なのでこのゲームをプレイするためには、1つ目、DVD もしくはブルーレイの3巻を購入してシリアルコードを手に入れる。2つ目、鬼滅の錬磨のサイトに行って手に入れたシリアルコードを入力する。3つ目、 Twitter のアカウントを使ってゲームをプレイすると、まあプレイするには少し段階を踏む必要がありますね。ちなみに中に入っていたものはこんな感じ。これは花札ですかね。サビトとマコモは嬉しいんだけど、あの鬼は陰湿なロリコン野郎ですね。で、あとはこのブックレットみたいのが12ページぐらいあるのかな。うん、これがそうです。で、今回一番必要なものがこれ。鬼滅の錬磨をプレイするために必要なシリアルコードが表示されている紙ですね。それでは早速ゲームの方をプレイしていきましょう。今回は直撮りしたアナログの音と録画したデジタルの音、この両方を聞いて比較していきたいと思います。それではどうぞ。
はい、というわけでどうでしたでしょうか。まあ BGM は一つしかなかったんで比較するには分かりやすかったんじゃないでしょうか。ゲームとしては得点の負けという感じ。よくある走った距離が点数になるランゲームでしたね。炭治郎、善逸、伊之助の3人操作できたのは良かったですね。まあでもモーションは違うけど操作パターンはみんな同じかな。伊之助だけは障害物を破壊できてたけど結局ダメージ受けてるから意味ないし、 DVD やブルーレイが目的ならいいんですが、ゲーム目的だけに買うのはファン以外はする必要ないんじゃないかなと思いました。もちろんあくまでも個人の意見でございます。では今回はここまでにします。次は何にしましょうかね。スマホのゲームだったら比較しやすいのかな。というわけで今回もご視聴していただきありがとうございました。それではまた。